ボクシング解体新書、寺地健志郎対京口博人、世界ライトフライ級統一戦、寺地選手が予言者となった日。1ラウンド目はおそらく互角の展開になるだろう。そして2ラウンド目からは相手が焦り出し、3ラウンド目には完全に相手を飲み込んで主導権を握り、中盤以降にノックアウトで倒してみせる。寺地選手が戦前に話していた言葉です。序盤の1、2、3ラウンドの展開をこんなに細かくイメージできること自体がすごいですが、それが正夢のように本当にその通りの展開になっていったことが私には驚きでした。私の戦前予想は、寺地選手の左のリードパンチが京口選手の侵入を阻止しての判定勝ち、京口選手が勝つなら中盤以降の逆転 KO 勝ちという感じでしたが、寺地選手の KO 勝ちは予想外でした。うまさだけではなくパワーも兼ね備えてバージョンアップした寺地選手が京口選手を飲み込んだ試合でした。BBC champ, Hiroto Kiyoguchi, 16-0, the DA world champion. カウンターのジャブがガードを割って入ります。ガード越しでも京口選手の体勢が崩れます。同じように体勢が崩れています。京口選手、ジャブを左にかわしながらの右クロス、寺地選手ギリギリでかわします。ジャブの相打ちは寺地選手のジャブが浅くヒットします。ジャブで反応を見てから京口選手の左ガードの外側からフック気味の右の強打で京口選手の体が持っていかれます。寺地選手のジャブがヒットした直後、京口選手も右のカウンターを返しますが、これもかわされます。寺地選手のワンツー対京口選手の右のカウンターは間一発で外れますが、非常にスリリングな攻防です。寺地選手のお株を奪う京口選手のダブルジャブ。京口選手の右クロスが顔をかすめますが、寺地選手もしっかり警戒しています。硬いガードをこじ開けるパワージャブ。相手のパンチを互いに紙一重でスウェイします。京口選手の全身をバックステップしながらのジャブで跳ね返し、さらにガードの外側からの右の強打で京口選手の侵入を阻みます。ジャブをつっかい棒のように伸ばし切って全身を許しません。京口選手の右クロスが右を向いてダッキングしようとした寺地選手の後頭部に当たります。今度は寺地選手が右クロス、側頭部をかすめます。寺地選手の右を左に外しながらの京口選手の右が浅くヒットします。素晴らしいタイミングのカウンターです。寺地選手も見えていなかったので、少し踏み込んで打っていればビッグパンチになっていたと思います。京口選手の自慢のガードが左右の強打で揺さぶられます。そして京口選手が反撃を開始するとバックステップで素早く射程圏外に移動します。京口選手のジャブに寺地選手の対応が遅れますが、顎のわずか下に着弾します。ジャブの相打ちは京口選手に軍配です。またもジャブの相打ち、両者浅くヒットです。1ラウンド目が終了しました。公式ジャッジの採点は3者全員が10対9で寺地選手を支持しました。私も同じ見方でした。お互いにビッグパンチはなく、有効打の数としては大きな差はありませんでしたが、両者が出したジャブは京口選手の約30発に対して寺地選手が約60発と、その数字からも寺地選手が主導権を握っていたことがわかりますよね。まずはがっちりガードを固めて様子を見た感じの京口選手に対して、そのガードの上から積極的にパワーパンチを浴びせて京口選手のガードを割り、体勢を崩した寺地選手が積極性、主導権という観点からは優勢だったのは明らかだったと思います。右フックがラリアット気味に側頭部付近に当たり、京口選手の体勢が崩れます。右ストレートが硬いガードのわずかな隙間を割って入ります。返しのジャブのコントロールも抜群です。どちらも頭を左にずらしてしっかりリスクヘッジしています。
リターンジャブをヒット。即バックステップ。即ステップイン。即バックステップ。ステップイン。ジャブ。It's all about bragging rights. From his shoulders instead of behind. Gucci doubling up the jab. Oh. 京口選手の右の内割りに、右を返そうとした寺地選手に、京口選手の逆ワンツーがヒットします。Nice little body shot from Taraji. 寺地選手の左ボディの内割りに、ショートアッパーを垂直に打ち上げます。Again. テラジ選手の連打をかわして、一息つこうとガードを下げた一瞬の隙を、テラジ選手のロングジャブが捉えます。テラジ選手が一瞬先に放ったジャブが、京口選手の顎を突き上げます。京口選手の横方向のヘッドムーブをよく観察しながら、京口選手の頭が左に動き切ったところに、正確に右ストレートをねじ込みます。2ラウンド目が終了しました。公式ジャッジの採点は、このラウンドも、3者全員が10対9で、寺地選手を支持です。私も全く同じです。2ラウンド目に入ると、積極性、主導権だけではなく、クリーンヒットの数も完全に寺地選手が上回り、京口選手の動きを把握し始めた寺地選手に対して、寺地選手のスピードと手数に、攻守ともに対応できずに苦しむ京口選手という展開になりました。3ラウンド目には、完全に相手を飲み込んで主導権を握る。まさに、寺地選手の予言通りの展開となりました。京口選手の前進が、寺地選手のバックステップのスピードについていけません。京口選手の踏み込みに合わせたカウンタージャブ。ジャブのフェイントから、コンパクトな右をクリーンヒット。Whereas, Taraji...京口選手が前傾になるタイミングに合わせてロングジャブを伸ばしきります。このラウンド初めて京口選手のパンチが相打ちでヒットします。京口選手のジャブを右に避けながら右クロスをヒットし、バックステップでアッパーをかわします。右をうまくかいくぐって得意の左ボディですが、バランスが崩れてジャストミートしません。京口選手が起き上がってきたところを狙い撃ちです。ワンツーがガードのど真ん中を突き抜けます。京口選手、ダブルジャブで反撃。ボディをヒットし、ダッキング、バックステップで反撃をかわします。寺地選手のワンツー対京口選手の右クロスの攻防は、寺地選手の強烈なツーが京口選手の顔を跳ね上げます。ボディアッパーのフェイントでガードを下げさせて、側頭部に右フックを打ち込みます。ガードのど真ん中に正確なワンツー。ガードの外から右フック。当てて、避けて離れるというパターンに、京口選手が翻弄され続けます。左フックでガードを横に開かせておいて、右アッパー。こんなに何度もガードの真ん中を正確に打ち抜かれた経験は今までなかったのかもしれませんね。3ラウンド目が終了です。公式ジャッジの採点は、このラウンドも3者全員が10対9で寺地選手を支持です。寺地選手、圧巻のラウンドでした。4ラウンドに入ると、寺地選手はさらにギアを上げ、本当にこんなハイペースで12ラウンド持つのだろうか
と感染しながら少し心配してしまうくらいのペースアップだと私には感じました。このラウンド両者が出した手数は京口選手の約85発に対して、なんと寺地選手は約150発ものパンチを繰り出しています。京口選手の手数が決して少ないわけではなく、寺地選手の150発という手数が驚異的だと私は思います。例えば井上尚弥対ノニト・ドネアの第一戦の激闘で井上選手が出した手数と比べてみると、ドネアをダウン寸前に追い込んだ5ラウンドや10ラウンド、そして主力を尽くして打ち合った最終ラウンドでもその手数は70発にも届いていませんし、ダウンを奪って猛ラッシュを仕掛けた11ラウンドでさえも約95発と100発にさえ届いていないんですよね。寺地選手の150発という手数がいかにすごいのかがわかりますよね。京口選手も3ラウンドまでの劣勢を挽回しようとゴングが鳴ると出だしから積極策に打って出たんですが、あっという間に寺地選手の超ハイテンポな攻撃に飲み込まれ、後手に回らざるを得なくなってしまいました。それでは4ラウンドの目まぐるしい攻防をダイジェストで振り返ります。左フック、右アッパー、左フック。ジャブに合わせたショートの右。京口選手の頭が下がるのを予測して下から右アッパー。ジャブに対する右クロスから得意の左アッパーをヒットし、豪快にダブルでアッパーを突き上げます。右アッパーからの左フックで京口選手の頭が大きく揺れます。ジャブの内割りに高速ワンツーを打ち込み、京口選手の返しの右をしっかり見切って左にかわします。ガードの外側からの右のパワーショット。今のシーンは寺地選手がスピードだけではなくパワーも兼ね備えていることを象徴しています。左フックで京口選手の体勢が崩れ頭が大きく揺れるシーンですが、実際には寺地選手のパンチはジャストミートしていません。アッパーで狭いガードをこじ開けての左フックは一旦京口選手の肩とグローブに当たってから側頭部をわずかにかすめているように見えますよね。それでこの衝撃ですから相当なパワーだと思います。ジャブを左に外して左ボディ、接近戦での得意の左ボディ。このハイテンポな連打でガードの間を正確に突かれてしまうと京口選手でなくても反撃することは難しいでしょう。特に狭いガードの隙間に打ち上げる左右のアッパーの精度が素晴らしいです。ワンツーの打ち終わりに左フックから下半身のバネが効いた思い切りのいいストレートを打ち込みます。前進しながら攻撃する京口選手に足を使って安全圏をキープしながら応戦する寺地選手がボディショットを打ち込みます。4ラウンド目も公式ジャッジの採点は3者全員が10対9で寺地選手を支持です。京口選手も決して主勢に回らず80発以上の手数で迎撃し、何とかクリーンヒットを決めたものの、寺地選手の圧倒的な手数と足を使った出入りの素早いハイテンポなボクシングに完全に主導権を奪われる展開となりました。
互いのパンチが微妙に浅くヒットしながら、両者クリーンヒットがないまま、静かな30秒が経過した後の衝撃の一撃でした。ジャブで牽制しながら、少しずつ間合いを詰めて、右が打ち込める距離とタイミングが訪れた瞬間の決め打ちのワンツーでした。And I like how Kayaguchi's adding more upper body movement. このジャブで距離を詰めて、次のジャブで右の射程圏内に侵入できる位置に立ちます。そして、ここから決め打ちのワンツーです。決め打ちのワンツーで重要なのは、ワンとツーの間隔をできるだけ詰めて打つことですが、まさに電光石火のワンツーでした。直前までのゆったりとしたリズムのジャブから、一気にシフトチェンジです。このジャブは、次の右を当てるためのおとりとなりながら、予備動作の役目もしています。そして間髪入れず、本命の右を打ち込みます。この時点で京口選手は、寺地選手の右を察知して、この後、ど真ん中を打ち抜くストレートに備えて、左のガードをより内側に絞って、体を右にねじる動きをします。そこへガードの外側から右が飛んできて、耳の後ろあたりを直撃します。衝撃で首が右に曲がり、頭が揺れています。足取りはしっかりしていて、大きなダメージはなさそうです。それでも寺地選手は全力で仕留めにかかります。ここから1分半続く寺地選手の猛攻を硬いガードと巧みなヘッドムーブで冷静にしのぎ切って、その合間に絶妙なカウンターを返していた京口選手の集中力は素晴らしかったです。大振りの右を左にかわしながらの右のオーバーハンド、嵐のような凄まじい連打です。まだ止まりません。まだ止まりません。Good body shot from Taraji. Coming up, follow with a combination up top. And those punches come from all angles. You know, it's looping coming up the middle, under the elbows, around the guard. Caught on the ropes again is Kayaguchi. And he's not smothering himself.休むことなく、ノンストップで攻め続けた寺地選手ですが、脅威の集中力で決定打を許さなかった京口選手の前に、完全にスタミナが切れてしまいます。まだ試合中盤の5ラウンド、これまで完全に試合を支配していただけに、自分のスタミナをここまで酷使してまで、がむしゃらに倒しに行く必要はなかったはずです。寺地選手がこの試合で犯した唯一のミスとも言えなくもないですが、この日本人同士、世界王者同士という世界戦の雰囲気が、寺地選手をそういう衝動に駆り立てたのかもしれませんね。そして次の京口選手の一撃で一気に立場が逆転し、まさかの逆転 KO かというとんでもない展開になります。このアッパーで寺地選手の動きが止まります。ダメージとガス欠で体が動きません。ナイスアッパー。ガードを上げる力も避ける余裕もありません。
京口選手、劣勢を挽回する魂の連打です。Looking for a knockdown of his own here in the fifth. Gotta go back to defense. テラジ選手も必死に応戦しますが、ダメージで足元がふらついて攻めが続きません。もういつ倒れてもおかしくない状態です。Oh, Taiguchi the overhand right. Taraji just trying to make it to the bell. What a round!防戦一方でダウン寸前の寺地選手が懸命に出した右フックが京口選手の側頭部を捉え、おそらくこの一撃で京口選手がバランスを崩して左足が前に滑って、とっさに左手で寺地選手の首根っこを引っ張り込みながら倒れたんだと思います。日本ボクシング史に残る素晴らしいラウンドでした。公式ジャッジは2社が10対8、1社が10対9で、いずれも寺地選手を支持しました。終盤に完全にスタミナが切れた寺地選手と、その終盤に猛反撃してスタミナを酷使した京口選手。案の定、両者ともに次の6ラウンドはスタミナを回復することに徹したので、この試合で一番静かなラウンドになりました。このラウンドの両者の手数は、寺地選手がおよそ70発弱、京口選手がおよそ60発弱と、ここまでのラウンドで最も少ない数になりました。寺地選手は高速連打を封印して距離をキープし、京口選手も深追いせず、終始中間距離でのジャブの差し合いになりました。Like Taraji, I like how he's just. Nice jab. Taraji. Nice little one to it. Round Jamel Kaiguchi not able to capitalize on. Reach and distance. Around with the jab and straight shots. Right, just like he tapped it there, that count. And maybe his own punches. Recovery.公式ジャッジは3社ともに10対9で寺地選手を支持しました。私もジャブのヒット数で若干寺地選手が上回ったと感じました。互いに体力の回復に時間を使ったラウンドでしたが、中間距離の攻防ではやはりジャブが武器でもあり生命線でもある寺地選手がポイントを持っていきますよね。そして静かだった6ラウンドとは打って変わって、互いにスタミナが回復した7ラウンドは再び激しい攻防となります。Great fifth round. Nice, they both turn it up a little bit. Attack. But have a moment. Pushes Kaiguchi back with the right hand. A little sneaky, a little sneaky. The middle from Taraji. Again, this is where he got knocked down in the fifth. Look out for the up jab, his jab.Kaiguchi. Seconds of round number seven. Start adding in combinations. And start punching from different angles. Around the guard, up the middle, and so on. Again, to Kaiguchi still in the fight. He needs to add a little bit more to add a little bit more to the cut. Cut just misses by Kaiguchi. And the thing too, Jamel, is that it seems like.右アッパーで上体を起こして左ボディ、負けじと左ボディ、ジャブ、右クロス、
Like I said, when he throws, you know, he's effective. Taraji pushes Kayaguchi. Nearing the ropes. Nice. Great combination from Kai. ジャブの差し合いから、京口選手が思い切りよく打ち込んだ右ストレートが、寺地選手の顔面を見事に打ち抜きます。頭を左下に落として、視線を誘っておいて、逆側から右のオーバーハンドを打ち込みます。決め打ちのワンツーが決まります。ここまで、寺地選手は約100発、京口選手も約70発のパンチを繰り出し、私には、やや、寺地選手が優勢に見えました。パンチをもらった時の反応が、寺地選手は頭は多少動くものの、体の軸はぶれずに、しっかりと立っているのに対して、京口選手は頭の揺れが激しく、体や足元のぐらつきが大きいように感じられました。初回からの被弾のダメージが少しずつ溜まってきていたのかもしれません。そして、決着の瞬間を迎えます。前足と頭の位置を微妙に前後させて、おそらく京口選手のパンチを誘っていたんだと思います。京口選手が大きく足を上げて打ち出したジャブを素早くカウンターを打つためにあえて避けずにおでこで受けると同時にジャブを返します。このタイミングで返されると防ぎようがなく京口選手の顎が上がります。そこへ間髪入れずに打ち込んだ右がまともに顔面に突き刺さり、これが決定打となりました。この右が特に強烈だったというわけではなく、やはりダメージの蓄積が大きかったと私は思います。寺地選手はライトフライ級ではベルトを統一しそうな強さでした。京口選手も負けはしましたが、その戦いぶりは決して評価を下げるものではありませんでしたし、試合後の立ち振る舞いや会見のコメントに共感した人も多かったと思います。現役続行を決めた京口選手の新たな挑戦に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ボクシング解体新書でボクシングを100倍楽しみましょう。